どうも花野です。どうも、はい、お初めて花野です。もう一回行こう。どうもお初めて花野です。どうも初めて花野です。どうも初めて花野ですです。東大の問題を即座に答えることができたらかっこいいと思いませんか？やはりそのクイズの最高峰っていうのは東大の問題を即座に答えられるっていうことがクイズノックを超える。なるほど、クイズノックを超えたいってモチベーションね。本当はクイズ王です。なるほど。でもこれを早押しクイズにしてしまおうっていうのが企画の趣旨でございます。というわけで、はい、第1回東大暗記クイズ。花野さん、これ覚えるんですか？このこれを今から体で覚えてもらいます。体で脳は使わず心でいいじゃん。そう、反射神経で制限時間2時間なので、一応範囲は2020年の1年分を国語、英語、物理、科学、数学できる限り多く覚えてください。で、その後出題してもらって5みたいな感じですよ。なるほど。一個ちょっと衝撃の事実に気づいた話でいい？生物と地学も持ってんだけど、どうして？おっとまあ1年分なんで、これもそこもテスト範囲。あ、きつ。これ今回は挑戦者はですね、はい、僕と電眼とスン。お前サーバーブラウスで、あの、大丈夫。今回キム君は全然いいっすよ。全然、はい、今回キム君は、まあ、出題者側ということで、いい、やりたかったっすよね。はい。というわけで、早速やっていきたいと思います。メイクイットパセボーウィズブレイントレイン。チュインチュイン走っていう、この動画もしかしてあれか。位置についてよーいスタート。さあ始まりました。今回の天候は晴れ、勉強にはやや不向き。まずね、やりやすい科目数学は後回しにします。数学が結構きつそうなんで、どう考えても科学とかも点取れそうな気がします。一問一答系なんで、そっちをもう完全に暗記して答えれるようにするっていう方向でいきたいと思います。英語はまず日本語訳を絶対に読んでよく、内容は覚えよう。ECDBBCAABC 何の意味があるのこれを覚えることにっていう、ちょっと早くもこれをやる意味をちょっと問いただしてきたよ。Thank you to mosquitoes that get trapped in cars。 でもここのポイントはパワープロみたいに覚えるっていう方向でいきます。 ADECF やったらミート、パワー、走力、権力、守備力っていうのが野球ではあるんですけど、まあそれの順番で AD やったらミートがめっちゃいいみたいな感じで覚えていきます。で次が ECDBB やから、まあ、ちょっと肩 B 守備 B があるけど、まあ大山かな、ここで言うと、まあ CAABE だから3の B は山田テスト。ちょっと復習しよう。 Thanks to mosquitoes that trapped in cars。 結構覚えてるよ。まあ、これでも早押しで言うと平面上の点 PQ は2分の15。これが理想だよね。平面上の点 PQR が同一セクチョン上で2分の15。平面上の点 PQR が平面上の点 PQR が2分の15。平面上の点これきつっ。どうでしょうか、新曲の動画。キムさん、はい、この企画とんでもないっす。無謀っす。無謀っす。これじゃあ普通やったら東北地方に例外をもたらすだったら山瀬ってこう日本語じゃないですか。でそこに意味があるんですけど、原点 O を中心にって言われた時にその4分の π みたいなさ、はい、関係ないですよね。だからそのそこの対応性が非常にね難しいっていうのが一つと、キムさん、はい、刺す時は一瞬で心得ております。これでます。1時間5分ぐらいで書きました。ね、英語は満点いけます。はい、マジですか。マジで言ってます。え、生物地学はどうなんですか。生物地学やばい、マジで。だって問題の流れ全く把握できんから、はい、勘です。これ2時間って相当渋いよね。相当渋いです。相当渋いよね。だって3年間でやるもんやってるわけですからね。でも俺がやりたいのは、はい、現代文はとりあえず問1だけ文書全暗記しようかな。問1のあのなぜそう言えるのかとか。
リアルに、リアルにちょっと、もう1分ぐらいちょっと休憩、ちょっと眠すぎる。マジで、無意味に覚えるっていうのはめちゃめちゃ精神的に辛いっていうのがちょっと分かりましたね。なんかそのロジックを覚えるとかしないんで、こんなに楽しくない勉強は生まれて初めてだ。3分の4の N 乗引く2の N 乗プラス3分終了。おいてください。終了です。この企画、俺活躍できそうっていうの多分3人とも思ってない可能性がある。それが結構やばい。大体誰かに花持たせる。そうそうそう。じゃあ5問正解したやつから抜けれるっていうことにする。いやいやいや待って、5問覚えてるかな。はい、まずちょっと1位取る。ほんまに今回今回東大の学本から出題ということで、東大の二次試験に合わせまして国語からいきたいと思います。おお。では問題です。カッコ1。まだどのカッコ1かまだ言ってないです。お前わからんで、お前。いや、そうですよ。5分かもしれんで、はい、機械均等された、はい、米国では、はい、機械均等が行われてる米国では、はい、ごめんなさい、格差の理由を、はい、社会のせいにするのではなく、はい、個人の能力や努力のせいにすること、するから。正解。よし。なんで俺はそこに命かけてる。いや、衝撃でした、こっちが。衝撃でした、今。問題。設問に、カッコ2の式1に対応する万有引力が働く呼吸の、これ評価の説明問題ないこれ。これ評価の説明問題ない。念願が来てるね。ちゃんと覚えきれてないんよね。マイナス 8mA02 乗分の GR、はい、3点。説問にカッコ2の式1に対応する万有引力が働く小球の AM 度を考える。各 M について量子状況を満たす円柱の半径 RL を N、H、M、ラージ M、ラージ G、大きな式で表せる。ただし小球のどこに立ってもラムダは小球の速度の大きさ V を用いて、ラムダイコール MV 分の H で与えられる。 H はプランク定数。東大物理リスニングな。できるわけがない。文字教えてくれる。2π 分の H の2乗をかける、はい、ラージ G の2乗をかけるスモール M かけるラージ M の2乗分の N の2乗スモール N の2乗。残念。あ、はいはい、いきます。2π 分の H の2乗かける、はい、ラージ G スモール M の2乗ラージ M 分のスモール N の2乗。正解。よっしゃー。なんだこの企画。どうだ、どういう世界線で戦ってるかわからん。問題。セロビオース、マルト。ちょっと待って、俺も分かんない。いや、マルト、これか。セロビオースとマルトースだけでした。セロビオースとマルトース。理由は、理由は、セロビオースとマルトースに含まれているベンゼン環が開関して、赤色の反応を起こすから。残念。赤色チンで。いやー、なんで。なんとか木みたいな感じですよ、確か。そうですね、なんとか木。そうです。はい。はい、セロビオースとマルトースに含まれる環構造が開関して、ホルビル機を作るから。あ、そうか。正解。それが全国読んだ。読んでたよ、俺そこ。そうだ、ホルビル機だ。よし、行こう、次。っていうの。よし。っていうの。企画が成り立ってることがもう分かったから、この段階。企画が成り立ってることが分かった。問題。はい。2以上の整数 N に。3分の4の N 乗引く2の N 乗プラス3分の2。正解。じゃあすごっ、すごっ。じゃあ、いや、今の覚えてた俺。それも今の覚えてた。すごい、マジで。反応速度、さすがに言いたいより速いわ、俺。反応速度、反応速度の今呼吸入ってたな、今。すごい。問題。
下に与えられた語を正しい順に並び替え。サンクストゥサンクストゥモスキートザット、ゲットトリップゲットゲットトリップインカーズ。残念。ありがとうございます。サンクストゥモスキーツザットゲットトラップトインカーズ。そうそう、トラップだ。正解、ありがとうございます。そう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 、やったな、そんな問題。スージースージー記憶ないっす、マジで。スージー記憶記憶そいつ。問題、最大理角シータマックスと、サインシータマックスイコールサインシータマックスイコール y 分の x。 残念。x 分の y じゃないですか。残念。あれ違ったか。シータマックスと a1 a2、 サインシータマックスイコール a2 分の a1。 正解。よっしゃ、お願いします。これ地学やった。物理っすよ。これ地学、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 地学でも面白そうやったから。そう、面白そうやったと思った。そうそう、覚えやすいかなと思った。そう、まだ問題、防線部 A、C、D を現代語訳せよ。これわかる。これわかる。これわかる。いや、でも多分これな、漢文の方なんよね。一つ目が、河川部 A は、はい、裁判で公平に 判決を下して。よう覚えてんな、ほんま。二つ目が、私の世話をして。はい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 。三つ目が、これわかんねえな。ああ、ああ、おお、甲府は高校に評判があり、まあ、正解でいいでしょう。ありがとうございます。すげえ、すごいわ。ありがとうございます。ということで、私お疲れ様です。一度だけでーす。おお、めちゃくちゃ強かった。マジでめちゃくちゃ強かった。強すぎて落ちて感じでしたね。はい。D2 乗 D2 乗分の M ラージ V0。 正解。よし、おお、すげえ。空気中が 0.88%。 正解。よし。問題、はい、私たちは言葉を操っているのか、それとも言葉に操られているのか、 あなたの意見を60から85の英語で述べよう。頑張るか。さあ、早くこれ65の英語を答えられるか。 In my opinion。 私の意見では。 In my opinion。 In my opinion。 俺もかなりだから。採点すんの相当むずいよ、お前。採点すんの相当むずいよ。 We use languages because ザコ。どうやら0点でしょ、それ。And so もうやめとけ。問題、河川部括弧1に該当する気体の名称を二酸化。あれや、こっちや。メタンと一酸化二窒素。正解。よし。よし。よし。やったか。念願5ポイントー。よーし。結果、もう全然055ということで。やりたかったら1週間後もう一回やったってもいいよ。